意を持ってしか生を感じることはできません僕はイスラフィール君の破滅をお見せくださいああ、なんと哀れなアッハッハいつも泣いてばかりいる僕めをどうかお許しくださいませですがね こんな僕でも生きていられることが嬉しくて仕方ないのです誰かの破滅をああ僕は喜んでいる雨とは天の嘆きですそれが極まった時罪は裁かれ人は洗い流されるそして地上は 元の姿へ癒されるでしょう気持ちの良い週末ですね僕のサモナ様よろしければラッパを鳴らして気分を盛り上げて差し上げましょうか <laughs> この僕は世界の破滅に使わされるだけの天使 最後の審判の中でしか生きられない。故に、我が喜びは誰かの死。ははははは、なんと悲しい。復活の聖杯など、ただ人には過ぎた奇跡です。そう。死者が蘇るなど決してあってはならぬこと。僕の存在意義を。 揺るがしかねぬ大罪ですとも君もあの愚かな天使アザゼルのように僕の鎖に縛られますか荒野の穴に放り込み石を置いて差し上げましょうかああ、しかしあの悲鳴は良いものでした。 ああ、どうかそんな顔をなさらないでください。嬉しくてたまらなくなってしまいますから。この世界が僕の涙に沈んでしまいますから。ああ、僕めのこの心臓に触れたいのですか。よろしゅうございます。存分にどうぞ。 生きる喜びに跳ね回ってございましょうこのような僕を君は愛してくれますか泣いてばかりのこの僕をああならば僕めは君のものです

最後の審判、今ここにある。強襲撃没、ラビエール。悲しいですね。あははははは。僕の涙が止まりません。あはははは。ああ、主よ。音楽が。 聞こえます。ようこそいらっしゃいました。何をお求めに？最後の審判に備えられるが良いでしょう。全くもって無駄ですが。<laughs> <laughs> さようなら。ひとまずはこの世界も終わりです。 偽りの週末でしかありませんでしたがまたお会いしましょうシャイターン世界の週末最後の審判にふさわしきありさまは確かにこの東京に権限しましたしかしこのやり方ではダメだった 東京放課後サモナーズ僕はイスラフィール最後の審判に参りました哀れな君のために泣きぬれさせていただきましょう <laughs> <laughs>